ちょっと頼むって。配達員変わった。そんなことある？バトンフィッシュ待って、なにこれ。せーの、チキチキジン、ナジオダッシュです。なになジュンのアドリブほんまにやめてほしい。ジュン、もう一回やる。チキチキナジオダッシュ。何言ってるか分からない。みんなちゃんと言えてるのがすごいよ、ね、そう、収録時間もですね、夕方に迫りまして、はい、皆さん少し小腹空いてきたんじゃないですか。空いてる。雑誌の撮影がね、お昼にあって、そこから食べてない、腹減った。ちょっとお腹空いてきていますけども、うん、今回はこんな企画を行いたいと思います。何や、題してなにわ男子のお願い配達さん。番組みたいな。配達さん、今からですね、自分がデリバリーしてほしいものを選びます。おう、ジャンル、メニュー、何でも OK です。何でもいい。全員選び終わったら一斉に注文いたします。はい、配達の方の到着が7位だった人は全員分自腹で払っていただきます。うわー、でかい。でかいなー。という企画です。早く来てで、めちゃくちゃ高級なものを食べれたら、それが一番いい。番いい。何分で着きますよみたいなってさ、予想で出るやん、うん、あれ結構前後するから。するするする。まあでも1位から6位はね、お好きに食べれるんやろ。そうそうそう。あ、そうだね。どうですか。え、これ自分で買いに行くっていうのなしです。なしです。なしですか。さあ、それでは早速参りましょう。では、各自携帯あると思いますので、はい、こちらで選んでいきたいと思うんですけども、はい、まあ、少し遠くても自分が食べたいものにするか、それとも、もう近場で選ぶか。なるほど。その駆け引きはもう皆さんしていきましょう。え、マジで食べたいの頼もう。東京のと近ないから何々店ってあってもさ、いや、わかる。それがこっから近いのかっていうのが、うん、だってこれさ、配達員の人がさ、あ、そう、そこで自転車なんか車とかでも変わってきますよね。そう。いや、それね、あるんよ。で、車で今、夕方やったら混んでるやん。でもそれは運よね、もう。うん、運よね。これどっちにしよう。じゃあ皆さん、いきます。はい、スタンダードで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、いきますよ。はい、せーの、うちん確定。いけよし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 。待って、Wi-Fi しばらくお待ちくど、中行って。いたー、めちゃいたー。いけー、いけー、いけー、きたー。カードスキャンするって。これ何、カードスキャンするって。待て、はい、お待ちくど。1万以上現金支払い無理なんだった。うわ、こんなことしたことないから、なんか俺ちょっと楽しみですね。スタッフさん、スタッフさん。あれ、お、ちょっと待って、俺もう進展ありました。え、嘘やん。もうルート出てきました。いや、早いな。早すぎるって、もう捕まえてるやん。まあ、しかももうベテランの配達員の顔してます。やばー。ちょっとまあ待ってる間ちょっとトークしていきましょうか。はい、はい。まあ、もうすぐもう年末ですよ。早っ。なんかやり残したこととかありますか。これやり残したなみたいな。やり残した。俺もルート来た。来た。これマジで見ながら。いいよ。それそれ。やばい。ルート来た人手挙げて。はいはい。ジョン君がルート出た時に俺はもう注文したい。注文。はい。じゃあ皆さん。やばいって。もう一応見ながらね、やってくださいね。俺食べたやつ頼んだのに。なんかありますか。やり残したこと。忘年会やりたいね。まあ、そうね。まずね。誰かの家でもいいよ。家でさ、よく鍋する人誰なの。自炊とか。鍋やったらする。あ、じゃあ。あ、ごめん、一人用の鍋。一人。だから、それ鍋ならみんな持っていくんで、鍋は持っていくよ。鍋持ってきてもコンロないから、そんな。ちょ、ね、あんまり聞いたことない、鍋地さんの鍋パーティー。あんまない。鍋パーティー。闇鍋でしょ。一人鍋用の鍋鍋やしよう。7個の鍋パー。さあ、でもこういうの面白いね。なんかデリバリー対決。面白い。全部支払いは一番大きかったです。エグいって。面白いね。みちなんか念を与え始めたりとか。最高キネシスでしょ。いけます、それで。なんかパートアイプやってんの。まあ、忘年会したいですね。忘年会したい。忘年会しましょう、みんなで。できればいいよね。じゃあ続きまして、あ、ルート来た。あ、うわぁ、ルート3。ルート来た。ルート来た。やばい。うわ、待って、おととい俺その人やった。マジで。俺絶対見んなよ。なんなん、俺絶対見んなよ。書いてた。え、なんか電話来た。え、あ、キャンセルちゃった。キャンセルちゃったか。電話出て。もしもし、はい、あ、はい、あ、ウニの売り切れ。はい。何頼むしてる。ウニ売り切れ。あ、この時間ももったいない。なんか、ウニ
ニとなんか同等のなんか大丈夫ですか。ウニの同等ウニの同等なんなんキクラとか来たあ、なんかウニと一緒のなんかいいの一緒の感じのやつなんか入れといてもらっていいですか。 そちらにお任せします。海鮮やん絶対すいません、ありがとうございます。ちょっと急ぎ目でいいですか。ちょっと急ぎ目にあ、いいですか。海鮮じゃないありがとうございます。で、ミッキーも反応しましたけど、ルート来た、ルートが来ました。来た、ね、来ました。来たよ。お、俺まだ来てないねんけど。うわ、やばい。お届け先に向かってますやねんけど、うわ、他の地点を経由してから。出た、うわ、あるよな、そのパターンや。やから、そのパターンって優先じゃないから。え、待って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 。え、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 配達員変わった。え、え、え、そんなことある。バトン禁止。待って、なにこれ。バトン禁止。誰のか知るからあれやけど、別のパートナー探してますって来て。あれ、やっぱなんか戻ったの。この人に送ってほしい。見たことある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 。マジマジマジ、ちょっと待ってよ。めっちゃ見たことある。リアは絶対見るから。え、意味わからへんね。だってさっきの人がさ、なんかなんかあったの。お店に着いた瞬間に別のパートナーがやってきて、はい、私お届け先に向かってます。今こっちに向かってます。あ、こっちに、はい、こっち向かってます。俺も向かってる。え、ここに、ここに向かってる。もう大悟やばない。流星も向かってる。俺ルート来たけど、ゆうとさんやった。あ、受けてるね。俺もえ、ゆうとさんやったら一緒やで。うん、ゆうとさんやあれ、ね、あ、え、ろこれは今俺マジでヤバいなって思う人います。いや、めっちゃヤバない。いや、ここ2人うわ、だってまだ俺だって電話来たとこやから。そうやね。まだまだやってるから。今だからなんかしてんねん。ワンチャン選んでるかもしれんから。ウニの同等なもんか。ウニの同等なもんって何。俺サーモンが好きやねんけど、でも値段ちゃうねん。絶対寿司やん。ウニサーモンって寿司やん。お前私今ラストスパートに入ってます。おわ、一直線入ってます今。うわ、マジか。私もラストスパートマジ。流星急に追い上げてきたな。すごいな。1位とかなんかこのもう来てる感じめっちゃいいわ。じゃあ頼むって。これってさ、来たらもう食べるってこと。食べていいんじゃないの。最高やん。それから食べた方がいい。最高やん。1位の特権やから。お腹空いてるもん。お、多分スタートしたんじゃない。道俺の受け取った気がするぞこれ。やんな。電話来た。もしもし。あ、はい。じゃ、到着予定時刻を信じてる。承知しました。今から取りに行かせていただきます。向かってもないです。すいません、お願いいたします。失礼します。もう下についております。うわー、やったー。イエーイ。1位や。嬉しい。じゃあお願いします。こんな早いってことは何よ。しかもね、もう最高。だって頼んでからマジで15分ぐらい。そう、地形が完璧やった。地形チケチケは待って、俺15分伸びたねんけど。うわ、やばい、やばい。これだから大橋がまさかの俺、近いの、近い場所やから。なるほどね。できた瞬間、多分すぐ届く。やばっ。はい、私、到着しました。わー、やばー、やったぜ。何分ぐらいで着いたこれ。お届けにかかった。ほんま10分ぐらいで、10分ちょっと。さあ、大悟、何を頼みましたか。ここ一年。はよ。いやだ。すごいな。いや、これはマジで。ライグは一番食べたいものっていうのもちゃんと身にかなってるし、もうそこで。そこで。さあ、あるよ。だから地形的にやねんから。地形って。もうほんまにまっすぐやねん。まっすぐや。シュッていくだけやから。地形やめて。地形的に。待ってるところにすいません。いただきます。食べたね、食べたね。いいな。よし、もうすぐ。もうすぐやぞ。もうすぐ商品を。ミッチーよしきつけ。もうすぐ商品を受け取れる。すいません、今私、はい、事務所に届けてくれてます。おぉ、もう商品持って今。あ、じゃあ人決まったってこと。もう人決まってるし、あと今もう商品を持って、あとはもう事務所に来るだけ。逆にジョークちょっと手こずったやん。あ、だいぶ手こずった。だってスタートダッシュは良かったけど、スタートが小さくした。あとは剣というな。え、でも商品何してる。受け取りには向かってるけど、今持ってる荷物を届けてから俺のものを取りに行く。あー、あー、そういうのあんの。うん、経由してね。でも俺まだ準備中やから。だってもう分かるもん。でも大橋くん近いやろ。近い。で、俺そんな一発逆転はあるよ。あるあるある。だから経由されたら童貞の可能性もあるから。せえだ。それのおもちゃか。受け取りに向かってるって。あー、いやー、めっちゃ近いよ。激アツや。面白くなってきた。待って、この人俺2個届けてから俺のとこに。やばい。再開率あるぞ。欲張り配達員。欲張り。うまい。
うまい満足度でも 98% やで今の良かった俺の恭平多分10分後に着くよしもうめっちゃ早くなったぞそこ2人なんなんマジでよっしゃ3分早だった同時やもんここでかいぞえ連絡来ましたおっってことは流星が2位おお2位やったー自腹回避回避押したしかもさ俺この配達員さ車やねんいや、強いですよ。じゃあこの街で車は向いてないな向いてないな走った方が早 い, 向いてないなこの辺ちょっと混むからなあ、流星来ましたーイエーイさあ、流星何選んだか見せてもらっていいですか油そばをうわあ、いいいいねいいねいいね大好きご褒美とかでたまに食べるんですけどいやいいね大盛りにしました大盛りしかもスペシャルトッピングがっつり食べましたじゃあ食べてください。やっぱり頼むって。ゆせさん。来い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 。ゆかつこの人ゆうと飛ばしてるのか。いただきます。だってこの人ミス道ミスってどっか行ったんだけど。まっ。ゲイうちですら道。一分長引く。最高やん。おおおいいよいいよ。今青山冷麺。冷麺。冷麺とのあ。いやいやあれてんじゃん。うまいマジで。お到着した。あ、じゃあ来るんじゃないの？なんで？なんで？到着いたしました。え、これって俺が上位になるの？そうそう、先に。でも、俺到着したってことだ、京平も。でもどうかな？それ一人多分到着したってメールするから。そう。じゃあ俺は選ばれるから。まだ選ばれるのはミッチーでした。いけなかったら言っていただいて。でかい。しゃあ！ミッチーで渡したら来るんじゃん、通知。ジョーク一番謎やな。一番初めに。あの人は何？いや、俺は配達員が急に変わる。そんなことなかなかない。なかなかないよ。来ました。おー！来た来た。ハンバーガー。ハンバーガー。ハンバーガー。チーズバーガー。うわー。いいね。オニオンリングを頼みました。あ、いいね。好き。うわ、いいやん。しっかり全部頼んでるやん。セットで。あ、パートナーから注文者に連絡が来ました。はい、もちろん。到着しました。お。電話しろ。お願いします。あ、お願いします。いただきます。まさかここですかみたいななった。なかった。あのもう到着しましたみたいな。あたかも今初めて来たからね。あれなんかはい。僕今、はい、お届け先に向かってる。お向かってる。もう絶対おかしくんやー。でも今取りに行った。いいなこれ楽しいこの企画。まもなく到着します。あどっちやこれ。あ俺違うわ。完了が来たら。完了来たもん。まもなく完了ですっていうのが出てるから。チーズバーガーと。うんフルポテバター醤油味2個うわ最高やんめっちゃいいよ最高やんホテル2個頼んだよ最高ちゃんと楽しみちゃんと楽しみ思わすそしてジョー君まあ冬といえばチキンですよあーいいねまあクリスマスがね今年もやってきますから、ねうん、さあここはどっちが早いか今デッドヒートです大橋さんと頼むわテントがフルポテシーよ到着しましたおっしゃーわあれ連絡あれすぐやん長尾健人到着しました絶望からちょっと救われてくる、うん、何で頼んだんですか僕が頼んだのはつけ麺ですうわつけ麺かそこのつけ麺知ってるつけ麺を頼みました、大盛りをわー、大盛りかわいいよはい、僕到着しましたはい到着しました何頼んだ何頼んだ来た僕が頼んだのはお弁当えすごい、ね、いきますせーのじゃじゃーんうわーおすげーこれは時間かかるね何ですかそれはこれはお寿司でございますお寿司だすよいしょもう一番食べたいと思ってたから今お寿司の気分やってんなお寿司の気分やったんやということで全額支払い7位は大橋さんですごちそうさまでーすごちそうさまでーすごちそうさまでーすいくらすんやろだって言うてもあなたお寿司頼んでるからねうんもうそれでもシンプル高いやん多分うんだって六本木のお寿司やろうまいだから1個言うとチェーン店ではないですやっぱあそれを誰かに払わそうとしてたのも腹立ってきた怖いよ なチェーン店ではないです確かにそれでは大橋さんが払う金額はこちらですうわ1806円ですごちそうさまで
3000円計算そうですねですけど、え単純計算大きさおいくらでしょ。これ3500円です。うわっかまたやったらほんまそれは送料込みで。ちょ、これ何なんそのドン引きやねんけど。やっば7500円。早くて高級なもの言ってたから、早くて高級なものこれやと思って、一番早かったから高級で。なんかほんまにハラスで当然や。よかったほんまに。2万何円って言った時もさ、なんかうわーって来るやん。お前が半分ぐらい占めてるやん。そんななるわ。大体半分占めてるわ。7000円もすんねや。そう、何千円するか思ったというより、2万円のお寿司やと思えば。じゃあ食っていいちょっと、これね、2万円と思ってね。うわ、うまそう。うまそう。うわいや、マイペースやわ、ね、ほんまマイペース。なんだい、フラマイヤー。食レポして、食レポして、食レポして、早く。エビが口の中ですんごい広がって、もうエビの上に聞こえてないね。高級寿司のレポしてんのに、隣でポテト振ってるやつ、チャカチャカポテトしてるということで、うん、大橋さん2万1806円、ごちになります。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう。まだなんか今度やりたいですね。そうですね。あ、とりあえず後で、うん、あの大橋さんお支払いで。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続き我々は食べていきたいと思います。以上、なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、よろしく。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しかったですね、この企画、うん、ね。みんな一口ずつちょうだいや。いいよ。びっくりしてんけど、そう。シカシカポテトって言ってたよ。こいつ入れずに振ってた。2枚入れて、入れずに振ってた。最初入れずに振ってて、うわ、これ戻れへんやと思ってずっと振ってた。なんだ。